仮の葉の花房一長作とされる旧合図。小野小町を描く。旧合図とは、屋外に打ち捨てられた死体が朽ちていく経過を旧段階に分けて描いた仏教絵画である。名前の通り、死体の変遷を旧の場面に分けて描くもので、死後間もないものに始まり、次第に腐っていき血や肉とかし、獣や鳥に食い荒らされ、ここの爪には、 バラバラの白骨ないし埋葬された様子が描かれる。9つの死体図の前に生前の姿を加え手銃の場面を描くものもある。旧合図の場面は作品ごとに異なり、旧相関を解いている経典でも一定ではない。対地ドローン、マカシカンなどでは以下のようなものである。超層死体が腐敗によるガスの発生で内部から膨張する。 解消死体の不乱が進み皮膚が破れ壊れ始める。血塗り相引く死体の腐敗による損壊がさらに進み、溶解した死亡、血液、体液が体外に滲み出す。脳乱相引く死体自体が腐敗により溶解する。青消死体が青黒くなる。消死体に虫が湧き、腸中に食い荒らされる。3章以上の結果、死体の部位が散乱する。 骨葬血肉や皮脂がなくなり骨だけになる。焦燥骨が焼かれ灰だけになる。死体の変貌の様子を見て乾燥することを旧相関というが、これは修行像の悟りの妨げとなる煩悩を払い、現世の肉体を不浄なもの、無情なものと知るための修行である。旧相関を説く経典は、奈良時代には日本に伝わっていたとされ、これらの絵画は、鎌倉時代から、 江戸時代にかけて制作された。大陸でも、新疆ウイグル自治区やアフガニスタンで、獅子乾燥図像が発見されており、中国でも、東や南宋の時代に、獅子乾燥の伝統が見られ、東大には旧合図壁画の存在を示唆する監視もある。仏像は、基本的に男性であるため、旧合図に描かれる死体は、彼らの煩悩の対象となる女性であった。 題材として用いられた人物には、ダンリン皇后や小野小町がいる。ダンリン皇后は、新人深く、実際に、自身の遺体を放置させ旧合図を描かせたと言われる。ただし、閲覧、配管可能であっても時期が限られるものが多い。男女一致体の、旧合図京都、西岸寺で公開産経新聞2014.0317。ありがとうございます。